島津軍を破り九州をも手にした豊臣秀吉は、残る対抗勢力関東北条氏の討伐にかかる。北条氏が寄る小田原城は天下の献上。対する秀吉は全国の大名を動員し、圧倒的な物量でこれに挑む。諸大名は東西から小田原城を包囲。土佐の雄長宗我部元親は城を東側から攻める軍の中にあった。最も信頼した男信親の心を胸に、信親の死を乗り越え、信親のため、時代を誠実に維持するため。信親、俺は時代を誠実に維持し続けるぞ。第3話、小田原城攻略戦、俺は時代を維持する。Stop!
貧困か奏でよう聖絶にな敵武器を撃破したその部まさに戦場の花じゃ敵武将撃破したお見事にござる撃破した。この分まさに貴様の花じゃな。
天下統一か。我らが時代を築く日は来るかな、家康。元近、心なしを揺るがす論拠は尽きることがござらぬ。だが肝心なこと、良きことは理が支えてくれます。己の信じた道を歩むことは簡単に見えて難しい。なればこそ真実まで背負う身がために。お互いに九州で始末の命を助けた。よい、立花は人に仇を討ってもらおうとは思わぬ。礼を言っておく。あんたの言葉で少し頭が冷える。あれは私の獲物を奪うなと言っただけだ。くだらない。心の迷いを払ってな。戻しが、今のお前になら言える。